皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。本日は先ほど、今夜中なんですけど、まあちょっとええと思う驚きのニュースが流れてきましたね。これもツイッターやってる方はもう大体見たと思うんですけど、この写真、いやー、これなぜ吉野修一郎選手とシャクールがもう仲良さそうに写ってるではないか。これは一体何かということなんですよ。これも試合中止になってもうお互いもう気力がもう抜けたのか、そんな風にも思えるような写真ですね。これ何かというと、なんと普通にまあ吉野選手がツイッターでアップしてましたね。いやー、ホテルにいたら偶然シャクールとばったり会ったと普通にツイートしました。いやー、これはねちょっと驚きますよね。こういうの試合前ですよ。まあ試合前っていうとやはり殴り合う2人なんで、もう殴り合うというのはもう、まあ喧嘩ではないですけど、喧嘩のまあ似たような、まあスポーツといえど殴り合いですからね、もう喧嘩みたいなものじゃないですから。ただこの二人は完全にスポーツと捉えてますね。まあそれはそうなんですけど、ただ試合前にもうこれ緊張感がないというか、吉野選手やはりこれ心臓が強いんですね。もう特に意識してないでやるということでしょうか。このあたりはもう試合じゃないときはもう別に関係ないでしょといったところでしょうか。まあ吉野選手もちょっとまあ根血ですよね。まあちょっとこういうノリがあるんでしょうかね。まあ吉野選手心臓の強さが伺えますね。それにしてもシャクールもそうですよね。シャクールも普通に笑顔で映ってます。そしてシャクールは吉野にどよなって挨拶をして笑顔で部屋に戻っていったらしいですね。まあこのニューアーク、シャクールの地元のニューアーク、これはどこのホテルかはわからないんですけど、まあ二人とも同じホテルに泊まってるということですね。おそらくこの辺りじゃ一番のホテルなんじゃないでしょうか。もしかしたらここのホテルが、いや、なんというか面白いですね、こういうのも。まあこれから殴り合う二人ですよ。まあこれは二人とも心臓の強さが伺えますね。まあなんというか面白い写真ですね。いやー、これ吉野選手一筋縄じゃ終わらないかもしれませんよ。これ大方の予想を覆してシャクールを KO なんていうこともあるかもしれませんよ。まあこういうことを言うとコメントでも吉野がシャクールに勝てるわけがないと多分入るんでしょうけど、まあいろんな妄想あってもいいんじゃないでしょうか。本当にね、まあこれわからない、試合になると思いますよ。わあ、わからない試合になるというか、これもう吉野選手の実力っていうのはまだ計り知れてません。なので全然これ吉野選手が勝つというよ、まあ応援も兼ねてそういう予想してもいいんじゃないでしょうか。まあそこでまあどんな結果になろうとそれが全てですね。まあ自分は吉野選手意外とやってくれるんじゃないかなとも予感します。本当に大方の予想を覆して KO 勝ちなんていうのもしょっちゅうありますからね。ノーマークの選手が勝ち上がるなんてことも、まあパッキャオもそうやって上に上がったんですよね。パッキャオが、まあ、予想を覆して勝ったという、まあ、そこからパッキャオの名前が広がったというのが、まあアメリカの、サンアントニオで行われた当時のメキシコのスター、マルコ・アントニオ・バレラとの試合ですね。ここパッキャオアウェイだったんですよ。まあ、完全にホームグラウンドでしたね、マルコ・アントニオ・バレラの。まあ、ここで、まあ、大方の予想を覆し、パッキャオがバレラを倒してしまったんですよね。そっからパッキャオ劇場が始まっていくんですよね。なので今回もこのシャクールと吉野、
そう、あるかもしれませんよ。もう本当にね。だから吉野選手の実力は本当にまだわからないんですよ。まあこうやってね、まあ応援しましょうよ皆さん。もう無理って決めつけないで。自分はそう思いますね。まあこの写真見る限りではシャクール、まあ顔が小さく、まあボクサーらしい体型、まあそれと同じことを吉野選手が言ってましたね。シャクールは身長が173センチ、リーチが170センチとなっておりますね。まあこれウィキペディアだと173173なんですよ。まあこれ実際はどうなんだかわかりませんが、まあ写真で見る限りまあそれぐらいの体型でしょうか。吉野選手の方が若干体はでかいんですよね。シャクールはまあフェザー級、スーパーフェザー級でチャンピオンになっており、今無敗で、まあスーパーフェザーでは2団体ベルトを持ちながら、まあ減量を、減量ミス、軽量オーバーで返上しましたね。そしてライト級に来ました。なのでライト級に来たということは、だからこれ若干だからこういうのもね、鍵を握ってるかもしれませんね。吉野選手が身長175センチとなっておりますね。シャクール直近の試合はこういう形となっております。まあ強い相手にもオスカルバルデスなんかも倒してますね。これはもう誰が叶うのかといったところです。いや、こういうね、試合前のバトルっていうのもあるんですよね。まあトラッシュトークだけが全てじゃないということですよね。まあ、こういうのも話題を読みますよね。しかし吉野選手の心臓の強さというのがなんか伝わってきますね。これね、生中継、日本時間だと4月9日日曜日の、ワウワウで11時から中継があります。これ自分は生で観戦したいと思います。これをどうしようかな、実況をやるかやらないかはちょっと今まだわかりません。ただこの日は、この4月9日、AM9 時から、まあ朝ですね、朝9時からは、ジェシー・ロドリゲスの興行で、セミファイナルでムロジョン・アフマダリエフと、マーロン・タパレスも試合があります。これはダゾンで中継されますね。なので、この吉野選手の興行が11時から中継があります。これだから朝ダゾーンで見てからそのまま重ならないでいけそうですね。この辺ちょっと楽しみにしときましょう。それでは皆さん、本日はここまでとなります。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。それでは皆さん、ありがとうございました。